すぎでしょ。くっくっやった、これでおりゃよし、くっ入りたい、はい入りたい。くっそ、2番手か、これはくっ。あ、さてそれじゃあ今日もマリオメーカー2やっていきますか。よし、ここはシャガちゃんで行こう。オッケー。一人脱落、アイテムをね取っていきたいけど、ここは取っていかないでおこっか。よし、キノピオ早いな。あっけ、キノピオもしゃがみジャンプしてる。あーうまいうまい、めっちゃうまいこのキノピオ。でもめっちゃいい勝負、接戦ですよこれは。クリボー、くっ、アイテム取っていこう。ここはもうアイテム取っていこう。しかもどんぐりじゃん、やったね。え、ルイージは、あ、ルイージさもう先行ってんの。待って、当たるの早すぎ。いつものように当たるの早すぎ。でもね、アイテム取ったらまあ被弾してもいいから早く行けっていうね、まあコメントをいただいたんで、まあそうすればね負けることもあんまりないっていうことなんですよね。よし、オッケー。で次はまあみんな土管入ったのかな。よし、ここか。あー、ゴールしました。なるほど、ここら辺にゴールがあったのね。あーあ、マリメ好き、いや僕の方が好きだね。お、イージーシールドバッシュ。なんかね、星5つあったうち星1個だけだったね。っていうことはめっちゃ簡単なんじゃないかな。なるほど、リンクになるステージか。これはまあイージーって書いてたからリンク取らないでもなんかいけそうな気がするんですよね。だから1番に行こう。これあれか、この子をどんどん向こうにやらなきゃいけないのか。あ、こうやって行こう。うん、これナイス協力プレイでしょ。これナイス協力プレイ、やばい、みんな可愛いな。ちょっと待って、後ろから刺さないで。よし、う、押せ押せ押せ。ちょっとみんなやる気もうちょっと出して。ちょっとみんなやる気出そう。最初一番前取れましたっていうことは僕一番最初に行けるかな。オッケー。で、これはチャンスですね。アイテムをね、ぜひ取っていきたいんですけど、これは取らないでいこうか。うわ、パックン出そう、めっちゃパックン出そう。アイテム取っておけばよかった、こんなことならアイテム取っておけばよかったな。よし、パックンに気をつけながら行こうか。これは一番右を取っておく。よし、で、これはクリボー、ちょい抜け。うまい、今のうまくないね、今の絶対うまいでしょ。でこのまま渡っていく。よし、ジャンプ、うおっしゃ、危ねえ。よし、これでブラックパックンをすり抜けて、これゴールかな。ゴールでやってくれ、やった。ありがとう。いえいえ、ちょっと待って、取らないでくれよキノピオ、みんな僕は待っておきたいんだ。ちょっと待って、このキノピオ取りそう。あとマリオだけだったんだけどな。さて今度はゴール待ちするから、シフォ、シュンティ、あ、シフォさん可愛いね。あのシュンティさんも可愛いし、あのマリオのねゴール待ちするからっていう方もちょっと気になるんですよ。本当にゴール待ちしてくれるかな。ゴール待ちする以前に僕がゴール待ちしますよ。ちょっと待って。兄弟仲良し。さてこれはね、やっぱアイテムを手に入れなきゃ厳しいね。だからアイテムを取っていこうか。待って、またマリオやられてんじゃん。よし、オッケー。よし、で、キノピオは、あ、キノピオやられた、やった。これで僕が一番なんですけど、これはどういうことだろう。なるほど、今度こっちか。で、次は、うん、こっちの中間ポイントで良さそう。ハンマー届くかな。よし、ハンマー届かないね。で、中間ポイント、これは、ちょっと待って、危ない、危い危い危い、待てキノピオ。よし、うお、ちょっと待ってくれ、こっちか。オッケーオッケー。よし、アイテム取っていこう。これは2連勝のチャンスですけど、このまま右に渡ってっていいのかな。これは大丈夫かい。大丈夫、よし、でこれを渡っていく。よし、これはどこだろう。うーわ、この扉でいいかな。よ、やった、ラッキー。みんなおいで、みんなおいで、僕待ってますから。
でさ、これ僕1回前取られたことあるんですよね。だからこのゴールの手前で待ちたいんですけど、ここに登れないかな。ゴールしちゃうよね。さて、一人一人取られるうちにゴールしますか。それじゃあこれで勝って終わろうかなって思ったけど、あのキノピコイクラさんね、めっちゃ顔ウケるんだけど。最後はこのジャングリーね、めっちゃジャングリーねステージ、ここで勝って終わりましょう。最初待たれるの苦手だな。てか自分、まあ僕がですね、まあ持つの苦手だから。よし、青の土管に入ったら、お、いいね、なんか良さそうなコース来ましたよ。これはこのまままっすぐ行って、次左ね。なるほど、どんどん上に上がっていく感じかな。花ちゃんに気をつけよう。花ちゃんにめっちゃ気をつけよう。危ない、マジで花ちゃん危ないから。キノピオじゃない、キノピコか。キノピコとマリオは脱落したか。うお、キノピオめっちゃ早。キノピオない、キノピコね。よし、キノピオ待て。くっ、あ、キノピコ落ちてるよし、あ、待って待って、え、今ね、2人脱落したんですよね。まあ脱落っていうかギブアップ。これも結構チャンスだと思うんですよね。ねえ、もうあとキノピコしかいないもん。キノピコだって結構後ろにいるよ。ゆっくり行こう。もうある程度ゆっくり行っても多分勝てると思うんですよね。よし、でもあのキノピコめっちゃ速いもんね。相当ダッシュして来てるから、見て、ほら、もう上じゃない、もう左いるでしょ。よし、でこのまま渡っていく。 OK、 大丈夫、これ大丈夫。めっちゃ花ちゃん食らってるけど、あ、これ多分ゴールっぽいな。 OK、 それじゃあ最後にキノピコをね待って終わりたいと思います。あ、来たっぽい、来たっぽいね。ありがとう、いえ、あの顔なんかウケる。さあ一緒にゴールしましょう。それじゃあ今日のビビンバとはここで終わりたいと思います。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。